はい、コナンです。ポケポケやっていきたいなと思います。さあ今ですね、まずこのラッキーチャレンジのイベントでゲットチャレンジ、ニャースがゲットできるということで、まずこちらやっていきます。ニャース欲しいよね。さあ引けるのか。さあニャースはね、来ましたね。さあまずはニャース種ポケモン、猫に小判ゲットしました。さあそしてですね、今ラプラスイベントやってるんで、今日はですねこのラプラスイベント攻略やっていきます。まだですね僕ラプラス EX ゲットしてないんですよ。だからまずゲットして、でデッキ組んで、それを使った攻略今日はねやっていきます。さあ皆さんもラプラス EX ゲットできましたでしょうか。今回のイベントの間に、まあやっぱり最低2体はねゲットしたいよねと言いつつ、まだ1体もゲットできていません。なかなか確率がね渋いんですよ。ピカチュウはねよく出ます。まあ EX だからね、シーカーもかなり使えそうだ。さあまずは1枚目ね、なんとかゲットしたいプロも開封していきます。まあラプラス以外にもね結構使えるキャラあるんで、とりあえず開けまくってコンプリートしていきたい。またピカチュウ、ピカチュウむっちゃ出るよねむっちゃ出る。さあ僕はですね無課金でやってるんで、まあその出るまでとかね課金しまくってっていうね作戦が、おっとバタフリー使えないんで、ちょっとね地道にコツコツとやっています。まあでもこのゲームね無課金でも十分楽しめるので、まあ無課金でねプレイしている方かなりいるかと思います。頑張ろうぜ。お、来たねラプラス EX。 やっと1枚目来ました。これでちょっとねパーティー組んでやっていきましょうか。水ポケモンはね強いんですよ。さあそしてラプラス来たぜ。バブルドレインということで、さあ時点のね図鑑の登録もだいぶ増えてきました。さあそれではパーティー組んでいきます。さあラプラス EX のねこのデッキちょっとねオリジナルで組んでいきます。さあいろいろ迷うんだけど、水ポケモンはですね今僕のカードはこんな感じですね。さあまずはこのラプラス EX はもちろん入れます。そしてさあこんな感じで、まあ強いカードをもちろんねメインで編成していくわけなんですけども、ギャラドスをねちょっと使いたいなと思います。まあこれはですね発動のエネルギーがかなり使うしね、まあコイキングから進化させないといけないんで使い方ちょっとね難しいんですけども、まあ、一応コイキング2体入れておいて、そっからギャラドスに進化させていく。そしてこのトレーナーカードの方は水ポケモンなので、まあ、もちろんね霞は必須かなと思います。まあこの辺りは多分みんな同じような編成でいくんじゃないか。さあこんなデッキでね行きたいなと思います。さあ今ねこっちの対戦のねイベントもやってるんで、対戦のイベントの方で早速この僕の作ったラプラスデッキでどこまで勝てるのかやっていきましょうか。さあ後攻ですね。そうこれこのゲームねこのカード引く運もかなりあるからね、まずはこちらのラプラス出しておきます。このハイドロポンプはですね使いやすいんですよ。もういきなり最初から一応このエネルギー1個つければね技が打てます。ただエネルギーをプラス3つ以上つけるとプラス70で一気にダメージ出るんで、基本的にはですね、まあ、4つエネルギーをつけていくんですけども、まあ序盤から HP もかなり多いしね。で EX ではないので
もし仮にやられたとしても1ポイント取られるだけということで、最初の一手としては非常に使いやすいかなと思います。なのでまずこのラプラス出しておいて、さあそしてカード引いていきます。そしてラプラスで地味に攻めていくと、さあ相手も対人戦やっぱ面白いよね。ポケモンカードの醍醐味かなと思います。このゲームね結構やり込んでます。僕ねポケモン好きなんで、もうポケトルの時からスマホのポケモンゲームかなりいろいろね、ほぼ全てのポケモンゲームやってきましたけども。さあそしてギャラドス早めに進化させておきます。ただギャラドスは使うエネルギーが多いので、おっと、そしてこの水のデッキの場合はですね、この霞をうまく使ってエネルギーをねセットしていく、ここポイントなんだけど、霞運なんでなかなか運に恵まれないとちょっと地味に行くしかねえっていうね。だからこの水ポケモンはね強いんだけど必要なエネルギーが多いので、ちょっとそこ地味に育ててどうやっていくか。ギャラドスなんてねプラスというかエネルギー4つセットしないと発動しないので、まあこれは本当に最後の切り札として取っておきましょう。もしかしたら出番なくねこのラプラス2体で勝負がつくかもしれません。ただ相手がね、相手の振る舞いだよね、 HP 回復で回されるとちょっと勝負つかなくなるんで、その時にはこのギャラドス切り札として出していきます。さあフリーザーも来ましたね。そして霞、この霞のカードをいつどう使うか。さあラプラスはまず3つセットしました。さあいい感じで来ましたね。おっと、相手は草ポケモンで、ちょっとどんな作戦で来るのか。さあこれで4つセットしたんでハイドロポンプ発動できます。そして霞、裏か、霞でいきなり裏出るとちょっと悲しくなるよね。さあそしてハイドロポンプ90いきました。一気にいったぜ。さあいけるかな。さあそしてラプラスの EX の方もね控えています。ここもちょっとエネルギーセットして次ね出すようにねスタンバっておきます。さあまずはハイドロポンプで、さあ1枚ゲット、1ポイント、残り2ポイントか。残り2ポイントなんで残り2枚ね。さあ相手はどんな作戦で来るのか。切り裂くか、来たね、80来たか。傷薬で引いたね。さあここは傷薬でちょっと回復しておきます。40。そしてラプラスつける。さあそしてこれで、おっと入れ替えてくるか。そしてハイドロポンプ、さあこれで2ポイント。さあ出してくる。さああと1ポイントなので、ラプラスはでもやられそうだね。そしたらギャラドス出すか。これでラプラスがやられる。まあでもラプラスの役目は終えたでしょう。1ポイント取られる。そしてラプラス EX を出します。そしてコイキング、これでもう1ポイントつけて、これで発動できる。そして控えにフリーザで、サカキでプラス10乗っけておいて、ラプラスの90
90。さあ、あと1ポイントなんで、これでゴリ押しできるか。相手のでも出方が、おっと、守りに入ったか。つけてくる、そして入れ替える。しぶといねしぶといな。そしてモンスターボール、ここで控えのフリーザーにエネルギーつけて、モンスターボール1枚引きます。でラプラスの攻撃80、倒しきれないんだよな。微妙な立ち回り、いやらしい感じになってきたな。そして入れ替えるか。パウダーヒールがあるからね、回復ですよ。そして傷薬引いて、さあエネルギーはフリーザーにつけてスタンバっておきましょう。そして裏プラス80、なかなか倒しきれませんね。そして相手の立ち回りが、おっとここでまたヒールか。そしてエネルギーは3つつけてきました。パウダーヒール出してくるよね。また回復、バタフリー2枚編成、なかなかですね。80か。そして入れ替えてくる、120か。さあそしてさあエネルギーつけてスタンバります。そしてラプラスの攻撃80。そしてカードがもうなくなるか。持久戦に持ち込む作戦か。回復、そして回復、入れ替える。いやらしい作戦できましたね。さあどうしようか。ギャラドスにつけます。まあこういう時のためにギャラドススタンバってます。そして攻撃、そして相手も山札なしと。でパウダーヒール、回復回復、粘るね。でエネルギーつけて多分入れ替えてくるんだよね入れ替えてきました。さあそしてもう山札ないのでギャラドスにつけます。なんとかギャラドス4つつけて発動すればいけるか。で相手はまた回復だろう。パウダーヒール回復、そして回復でエネルギーつけてまた入れ替えてくるんだよな。入れ替えてくる、持久戦だな。そしてさあもちろんギャラドスに4つつけて、4つつけるとね破壊構成100が出るんで仕留められるでしょう。これで3つ。そしてラプラス80と。そして相手はさあエネルギーはこっちにつけるか。そしてパウダーヒールで回復、回復するよね。で多分入れ替えてくるんだよね。入れ替えてきましたねバタフリー強え。さあこれでギャラドスに4つつけることができます。さあこれで発動できる。なのでギャラドス出そうか。
そうすると100出るんでいけるんじゃね。さあカードはもう使えそうなのはなさそうだ。さあラプラスで80出して、さあ相手は手札何なんだ。エネルギーつけるか、そしてパウダーヒール、回復回復粘るよね。そして入れ替えて攻撃に来たか。しかしドレッディアは HP100 なんでギャラドスで仕留められるんじゃね。さあそして攻撃で来る50。さあここでギャラドスの出番です。さあここは入れ替えます。そしてギャラドスの攻撃、破壊光線で100で仕留めます。いきましたね。このラプラスデッキなかなか強えぞ。霞がちょっとかすってもワンチャンあるね。なかなか面白いデッキが組めるかなと思います。